皆さんこんばんは、エイスケです。今日は僕がアパレルを始めたきっかけと、古着屋を始めたきっかけについて質問が来ていたので、それにお答えしていきたいと思います。まず僕がアパレルをやろうと思ったきっかけは、すごいやっぱ昔からファッションは好きだったんですけど、なんかたくさん服買っても、なんか、休みの土日にしか服着れないって思って、 そう。毎日おしゃれがしたいと思って、僕はアパレルを始めました。会社員でそれなりの給料をもらうか、アパレルの仕事して毎日服着れるけど、お金には厳しいかっていう条件を天秤にかけて。それでもアパレルの方がいいと思ってアパレルを始めました。お金は厳しかったんですけど、やっぱり。 今振り切りができてるのもその苦しかった生活のおかげだし毎日おしゃれできておしゃれにずっと時間を費やせたので今があると思ってますアパレルの仕事始めると平日休みなんですけど意外と平日休みも好きでなんか美容師の友達とかそういうおしゃれに携わっている仕事の人たちと関わりがたくさん持てて自分のスキルアップにもなった気がします 古着屋をやろうと思ったのは何歳頃ですかっていう質問は多分20、20、多分25歳ぐらいですかね。僕が若い時ってあんまり古着好きな人いなかったんですけど僕はその時に一番古着がかっこいいと思いました。まあ、古着、うん。古着が一番かっこいいなと思って古着屋や,やりたいなと思いました。あと前の動画でも話したんですけど 僕が古着屋をやりたいと思ったきっかけの人が古着屋さんだったんで、古着屋を始めました。やっぱ根本にはやっぱ古着が一番かっこいいと思いましたね。はい。人それぞれなんですけど。僕はそう思いました。あと僕のスタイルに合ってるのかな僕のやりたい感じに一番古着が合っていたっていう感じですね。そんな深く、深い意味はないです。もし古着屋をやりたくて僕に質問をしているなら、言えることが やるのはすごい簡単なんですけど続けることが多分難しいと思いますみんな人生一度きりってすごい言葉を聞くと思うんですけどまじ、あ、で人生一度きりだし思っているより多分人生一度きりですはい僕が古着屋を始めるときに思ったのが今古着屋で失敗しても欲しかった車が一台買えなくなるだけかと思ってはいそれぐらいのメンタルがないと始められなかったんでそう思い込んで僕は古着屋を オープンさせました。はい。まあでも人生一度きりなんで皆さん好きなことやって、まあなんか責任は取れないですけど、人生一度きりなんで自分のやりたいことやって生きてみ、見てもいいんじゃないですかね。まあ僕は毎日が結構楽しいです。はい。なんで気持ちよくお勧めはできないけど、いられたいかったらやったほうがいいと思います。 今はとにかく目の前のことを、目の前に来た壁を乗り越えていこうと思ってます。はい、いかがだったでしょうかいつもいい質問をたくさんありがとうございます。TikTok のプロフィールからインスタグラムを飛べるので、もしよかったらインスタグラムもフォローしていただけると嬉しいです。ご視聴ありがとうございました。バイバーイ。